曹操の首を取る好機。奴が曹仁のもとへ逃げ込む前に討ち取るのだ。曹操が味方と合流する前に討ち果たす。全軍急ぎ追撃を開始せよ。敵陣が炎に包まれたぞ。これだけ燃えれば家計は大成功だ。俺も準備が万全だったおかげだな。邪魔してきた敵の艦長を討ち取ったらしいぞ。早く船を出せ。このままじゃ全部燃えちまうぞ。ダメだ、船はみんな繋いである。逃げたくても逃げられねえ。曹操殿をここで散らすわけにはまいりません。華麗に進軍し急ぎ本隊に合流するのです。お前を先には行かせない。俺がここで燃やし尽くしてやる。目標決定。俺たちで敵の要所を攻め立てる。さあ今こそ私たちの猛攻の時。いざ激流のごとく。ここが天使なのはいけませんね。皆さん私たちでここを守るのです。敵の足場を崩し戦意を損。
ようですね。曹操殿、どうかご無事で。よし、いい感じだ。この勢いに乗って曹操を追いかけるぞ。ここを抑えれば退却も楽になります。峰の国は必ずや制圧しましょう。これを使って撤退しようというわけか。その思い通りにはさせんぞ。この地の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。堂々たるお働き、威厳が感じられるお姿ですね。そう伝わってきませんでしたか。悔やせず、申し訳ありません。よし、これで奴らは船を使えまい。撤退路を塞がれた敵を存分に追い回してやれ。劉備か、まさに死中に勝つありだな。この総分裂がお前を仕留める。敵の勢いが勝っている。ここで負けるわけにはいかぬ。敵の足場を崩し、戦意を損。狙いは定まった。敵の足場を崩し、戦意を損。せーの、お空に飛んでけ。いざ、今こそ敵の要所を叩く。
やってくれた。なかなか帰ってきません。もしかして敵に手こずっているのか。すみません、おとなしくしますんで許してください。もはや負けて悔いなしです。捕虜にするなり、何なりしてください。もう曹操軍に勝ち目はないぞ。潔く降伏したらどうだ。うるさい、俺たちは最後まで諦めないぞ。死力を尽くして戦いました。私の処分はお任せします。どうせ敵は私に群がってきます。ここに陣を敷き待つことにします。この場所もう私たちのものだ。となります。もうこの辺りに敵兵はいないみたいだ。全軍撤収せよ。
獣の相手などうんざりですわ。敵者撃ち取っちゃった。おう、堂々たるお働き、威厳が感じられるお姿ですな。おかげさまで多くの敵を捕虜にできました。彼らは皆連合軍の力になりたいそうです。そこで捕虜を舞台に組み込もうかも。彼らと共に曹操を追い詰めてみせます。曹操軍のやり方にはついていけません。どうか手助けをさせてはくれませんか。俺たち一足先に曹仁のもとに向かいます。あなたたちが来たら寝返りますから。守るためのもの、貴公らには断じて渡せん。さあ今こそ奇声を上げろ。全力で敵に突っ込むのだ。今こそ義七において生きるべし。守りは性に合わねえんだが、やるからには絶対に抜かせねえ。堂々たるお働き、威厳が感じられるお姿ですな。ホッパイはとっておくだよ。これで勝ったと思うなよ。痛快なご活躍よ。城を奪われてしまうとは。高くこの城が安全であると噂を流しましょう。切羽詰まった曹操軍の兵を誘い出せるかも。敵をぶっ倒して逃げてきました。これからは曹仁様のそばで戦います。曹仁様が襲われては一大事。俺たちがしっかりお守りします。ここ守ってなくていいのかい。不安だね。俺たちで陣取っておこうか。長輩の長年の経験が告げておる。曹操は曹仁と合流後ここへ逃げ込んだ。その前にこの地を確保する。各門の敵将を倒し包囲の体制を整えよう。私が捨て駒になってもいい。ここは守り抜いてみせます。この辺りに敵の
来ない城があるらしいぞ。みんなでそこに逃げないか。本当か。よし逃げよう、今すぐ逃げよう。敵の要所を制圧する。一糸乱れぬ行軍で臨め。守備を担当します。ネズミ一匹見逃しませんよ。敵者撃ち取っちゃった。素晴らしい戦ぶりです。好き勝手させるかよ。あんたらにこの門を渡さねえ。我らとてここで引くわけにはいかん。この門何が何でも渡してもらうぞ。どんな顔して戻りゃいいんだ俺。この門の守備は自分が。祖先の兵は誰一人通しません。これで包囲は完成しました。曹操軍が逃げてきても追い払いましょう。
金入りですな。自分も見習う所存です。ようこそ、いらっしゃいまし。今後ともごひいきに。伝令、我が軍の撤退先が敵兵に囲まれております。いいもの揃ってますよ。このままでは味方が撤退できる。城の兵を避け、包囲を突破するのだ。よし、ここで防御態勢を取るのだ。誰にも阻ませぬ。超文面これにあり。安否とも曹操殿に触れさせはせぬ。威力は天長の力になろう。気を知らせ、我らの進む先は誰にも阻ませぬ。ちったら訓練してるみてえだな。全力で行くぞ。我らに退路なし。ここを七と定めよう。皆足止めできずに進まない。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。伝令、曹仁様が殿をお待ちしております。この戦、曹仁のもとへ至ればわしの勝ちよ。さもなくはここで果てることになろう。曹操様、大丈夫か？女が道を食い止めるから逃げるだよ。巨長か、すまん。ここは任せた。恩師も必ず生きて戻るのだぞ。捕虜になったが待遇は悪くない。曹操を見捨ててこっちに来いよ。確かにこっちの負けは見えてきた。よし、大道具、俺も降伏するぞ。
よし、今だ。総陣を撃て。劉玄徳、孫悟の優先に敬服いたしました。玄徳様もかっこよかったわよ。ねえ、賢人様。おやめください、将校殿。そのように買いかぶられては、どうにも面はゆい。だが、肝心の曹操には逃げられてしまった。ええ。ですが、それは想定の範囲内です。この戦、曹操軍を退けただけでも上首尾でしょう。確かその通りだ。そうだな、今はただこの勝利を喜ぶとしよう。はい、孫悟の地を守ることができて本当によかった。殿、お見事でした。この勇姿、大殿や孫作殿にもお見せしたかったな。よし、宴を開くぞ。みんな、今宵は無礼講だ。大いに飲み、喰らい、歌うがいい。お、いいね。うちの連中も呼んで派手に騒ぐとするか。孫賢殿、主演はよろしいか。あまり羽目を外されませぬよう。諸葛亮殿、こたびの協力重ねて礼を言う。おかげで曹操から孫悟の地を守ることができた。いえ、私はただ周瑜殿の策を支えたまで。この戦勝は孫悟の地位があればこそです。押村君は曹操を撃てなかったことだ。だがそちらはあまり意に介していないようだ。あの時想定の範囲内と言っていたが、まるで曹操は死なないと知っていたようだ。ええ、私には曹操が生き延びることは見えていました。それに今曹操に倒れられては困るのです。では私はこれで。曹操が倒れては困るだろう。諸葛亮、何を考えている。将校たちの追撃を受け、曹操軍は四散した。だが夫の周瑜が赤壁勝利の余韻に浸ることはない。慶州を攻略すべく
すぐさま準備に取り掛かった。多忙な夫のため妻としてできることとは。精一杯考えた小京は陣頭指揮を取る周瑜のもとへ駆け出した。そして最愛の人を和ませるいい方法を思いつく。ありがとう、小京。